クイーンは、イギリス海軍の護衛空母、アメリカ海軍の防具急航空母艦セントアンドルーズとして完成し、レンドリースポーに基づき、イギリスに対応された。セントアンドルーズは、海事委任契約の元ワシントン州タコマの、シアトルタコマ造船所で1943年3月12日に寄港された。百四十三年七月十五日に区部マイナス十九に、 艦首変更され、1943年7月31日に、ロバート・ W ・モース夫人によって浸水した。1943年12月7日に、レンドリー・スポーに基づき、イギリス海軍へ引き渡され、同日クイーンの官名で、イギリス海軍で収益した。クイーンは1944年を、北、大西洋で活動し、アメリカからイギリスへ、 兵員や物資を運搬する船団の護衛に従事した。1945年になると、ノルウェー沿岸での機雷布設や、船舶攻撃作戦に参加。続いて5月にはソ連へ向かう JW67、船団とソ連から戻る RA67 船団を護衛した。1945年末には、インド洋へ移動した。 戦争が終了するとクイーンは1946年10月31日にバージニア州ノーフォークに帰還、イギリス海軍を退役し、アメリカ海軍へ返還された。1947年7月に除籍され、アムステルダムの NV、ストムブ・マッツ、ネダーランド c o に売却、1947年7月29日にローバイアと改名された。 その後1967年にプレジデントマルコス、1972年にラッキーワンと改名され、1972年に台湾でスクラップとして廃棄された。ありがとうございます。